めっちゃ動いてる。あ、お久しぶりです。初めて会った時とはまた違う格好ですね。あー、すごいしっかりかぶってる。すごい。ありがとう。めっちゃ可愛い。何これ。めっちゃ嬉しいんですけど、これしんちゃんの名刺みたいな、太陽の塔を書いてくれてます。ブリブリザイモンがついてて、うわー、これ宝物にします。ありがとうございます。やったー。今年の映画クレヨンしんちゃんの主題歌を担当することになりました、あいみょんです。私はもう小さい頃からあのしんちゃんのことが大好きで、あの私の家族もみんな、しんちゃんのことが大好きです。まさか一緒にこう隣でこんな風にカメラに向かってコメントを読んでる日が、ね、コメント言ってる日が来るとは思ってなかったので感激しております。大好きです、しんちゃん、かわいい。そんな私が今回この映画のために主題歌を書き下ろしさせていただきました。春の日というタイトルなんですけども、あのしんちゃんのお父さんお母さんひろしとみさえの、プロポーズの時のお話を書かせていただきました。のしんちゃんの家族のお話を歌にしました。私もこういろいろこういろんな家族の情景を浮かべながら書いた一曲なので、みんなのそれぞれの家族の物語にもなったら嬉しいなと思います。しんちゃん聞いてみてどうでしたか。あ、目ん玉が飛び出て耳が弾けるみたいな。あ、電車。あ映画クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーン失われたひろしは4月19日公開です。私も一緒に盛り上げていきますので応援よろしくお願いします。衣装と言いますか、この服着てるしんちゃん可愛かったです。意識しました。私もちょっとトレジャーしに行かなきゃなと思ってるので、はい、一応あのやっぱ何かあってもいいようにしんちゃんにチョコビーだけは持っとこうと思ってチョコビー入れてる予定です。2001年に公開になったの大人帝国の逆襲っていう映画が割としんちゃんとの出会いかなと思ってまして、あの私にとっての教科書みたいな映画だったんですよ。なのでそのぐらいやったので小学生ですかね、その映画でしんちゃんに出会って、そこからもう家族みんなしんちゃんのことが大好きです。岡本太郎さんの太陽の塔のことを知ったきっかけの映画でもありますし、あと吉田拓郎さんだったりとか、結構いろんなことをなんか大好きになったきっかけの映画ですね、はい。そう、すごい悩むんですけど、大人帝国やっぱ大好きですね。すごい大好き。選べないです。どうしよう、全部好きです。焼肉ロードとかすごい好きです。全部好き。見てますね。まあ、中でも言うと確かにこう見た回数がやっぱ多いのは大人帝国の逆襲ですね。うん。やっぱでもすごい、なんか今回のこの楽曲って、あの作詞作曲させていただいたことをきっかけに、こう改めてこうやっぱしんちゃんのことをもっと掘り下げたくなってしまって、何ですか、ずっとなんかこう見ちゃってます。はい、いろいろ。うわー、もうめちゃめちゃファンなので、こう野原一家が好きなことはもう私の中でもう前提としてある、春日部ボーイズのことも。なのでなんかこうもっとこうマニアックなところで言うと、あのしんちゃんってすごい面白い名前のキャラクターがたくさん出てくるじゃないですか。で私が中でもすごい面白いなって思った、名前がウリマクリオさんがすごい好きですね。あの化粧品をすごい売りに来るんですけど、そのままじゃないですか、ウリマクリオっていう。そういうなんかこう遊び心がある名前がすごい面白くて、
売りまくりよってすごいですよね。自分で売りまくりよって言ってしまってるわけですからね。そういうところとかやっぱ今回の映画とかもなんかそういう面白い何ですか名前のねとかあったりするんかなと思っていろいろ楽しみです。はい。